Hey everybody, welcome to another interview video where I feature bands I think deserve a closer look. Today that band is Neko Meshi. This is a melodic death metal band from Tokyo, Japan. They've been active since 2017. I discovered them on a live stream with the video for Vortex of Emotion. They have a full-length album coming out March 22nd. It is available for pre-sale right now until February 12th. The album is called Whistling Arrow. Please check them out. Here's a clip of me discovering them on the live stream. Dude, she's got a voice that I would recognize, man. Like, distinct, dude. That's hard to do. But I'm liking this a lot, dude. Holy shit, why have I not heard of them? You will see that this is a band that have a great time creating music together, and I find it interesting that there's always one or two members that want to play one instrument, but they find out they're not any good at it, so they try something else and it just works out. So please enjoy the interview. Go check out their channel, their videos, and check out their album. This gives this band some support. Thank you. We are Neko Meshi! Hi, Ryan! Hello, Ryan! Here we have 12 questions for today from Ryan. Now we are making comments each by each. Here we go! Number one! How did Neko Meshi start? Neko Meshi の始まった。前のバンド、ゼクスノイが解散してから、バンドを探していて、加入しようと思ったんだけど、まあ、タイミング的になんか見つからずに、なんだったらじゃあ作ろうか、作ってしまえと。本当は作るの嫌だったんだけど、めちゃめちゃ疲れるし労力がすごいから嫌だって言う。嫌だって言う。でもないんだったらしかない、自分で作ろうって言うん で自分で探したかな、うん、それでだんだんメンバーを集めて、まあ一回私以外全員いなくなって、またメンバー集めて再スタートっていう感じ でこんなになりました。はい、はい、Number 2 How did each of you get started in music? それぞれが音楽を始めたきっかけは何でしょう。はい、まあ、音楽というか、そうですね、バンドを始めたきっかけは、大学生の時にギターを入手しまして、ギターを始めたんですが、なかなか全然上達しなくて、こうやって、ね、膝ドラムを始めたところ、これが上達してったんで、ドラムになりました。ありがとう。膝ドラムって翻訳できないの。はい、ジュンさん。はい、僕はね、中学の時からバンドをやりたいとは思ってたんだけど、できる環境がなかったんですね。で、その後高校に進学して軽音部に入って、バンドを始めて、バンドを始めることが先でベースを弾くことになったのはその後です。なので僕はバンドをやるためにベースを弾いてます。なるほど、はい、はい、以上でございます。じゃあ次はザクさん。はい、バンド、音楽を始めるきっかけは、まあ、よくある友達だよね。友達に誘われてやってみようって言われて、じゃあやりましょう。じゃあ何やる？じゃあギターやる。実はギターしか知らなかったな。でギターやって、まあ、案の定よく、まあ、挫折した。1回目はでベース行こう、ベース本数少ねえから行こうって言ったらもう取られてた。あ、じゃあもうギターやるしかねえ。でそっからだね、音楽そのままずっと続けて。こんな感じです。はい、なるほど。雷蔵はですね、もともと歌うことがとても好きな、子供だったんですね。もうとにかく歌うの大好きで、カラオケ行っていろいろ歌ってたら、中学校2年の終わり頃に友達にボーカルが1ヶ月後のライブがあるのに飛んじゃったからいなくなったと、ファラウェイしたと言われたので、代わりに歌ってくれと言われたところから、ボーカル人生が始まりました。なので14歳の時から歌ってます。Number 3 Who are your main influences for each member? 各メンバーに影響を与えた主な人物は誰ですか？バヤンシ。はい、はい、はい、
挙手制コージンパウエル以上以上僕はもともとラジオキッズ、ラジオのヘビーリスナーだったので、ラジオで流れてた音楽を聴いて音楽を始めたので、ラジオで流れてた曲、ベースで言えば、誰かな、日本のメタルバンドの陰陽沢のベーシスト、またたびかな、うん。なるほど。はい、以上です。影響ね、影響まあもうずっと使ってるエクスプローラーですから、まあエクスプローラーといえば誰ですか？まあジェームズ・ヘッドフィールドがやっぱね、もう見た瞬間かっこいいなって、もうやっぱそれがねやっぱ影響してるかね、やっぱ。なるほど。はい、そしてライゾンは？日本とね。アメリカっていうか海外で一人ずつ、日本のバンドは、ディラン・グレイのボーカルのキョウ君、もう彼が私のあの中のゴッド・オブ・ゴッドみたいなもう超神中の神で、2人目15歳の時に私に衝撃を与えてくれたアンジェラ・ゴソー、もう彼女にはもう感謝しかない。私がこのメタルのボーカルとしてデスボイスを出すっていう風に決めたのはもう本当に彼女のおかげ、もう彼女は私の中での女神です。本当に女神、もう大好きです。見ててくれたら嬉しいな。もう今私はここでアンジェラに愛を叫んでる。 I love you。 あ、今のアンジェラのリアクション、そうリアクション。 Number 4、What determine your style of music as a band? バンドとしての音楽スタイルを決定づけたものは何ですか？ライゾー。バンドとしての音楽スタイルを決定づけたものは何ですか？逆に何なんだと思った。すごい質問で返す。いや、あの、本当に私って実は歌えればマジで何でもよかったってところがあって、まあ、もともと組んでたバンドでクリーンを歌わせてもらえなかったっていうこともあって、ちょっと自分に自信がないところもあったんだけど、このバンドに入ってからすごい褒められるし、すごいなんかいろいろ言われたことできたらもうなんかびっくりするぐらいちゃんとした人の扱いをされるから、なんかね、あの、嬉しくなって、今のこう、なんだろう、褒められてるうちに今のスタイルが出来上がったっていう感じだし、バンドもバンドでみんなそれぞれ上手いところがあったり、まあ苦手なところがあったりするのも当たり前なんだけど、こうなんつったらいいんだろうね、こうみんなで解決し合えるみたいなところがちゃんとできてるバンドだから、なんかみんなで仲良く話し合ってお互いの欠点いいところ全部こう まとめて、なんかこの猫飯っていうバンドになってるなって思ってます。Number 5. What is the best thing about playing in your band? あなたが、あなたのバンドで演奏していて一番嬉しいことは何ですか？自分はですね、このバンドに入るまではこうポップロック的なドラムをやっていて、ヘビーメタルドラムやったことなかったんで、このバンドに入ってからヘビーメタルドラミングを学んで、まあ、そのね、自分の思っていたフレーズだったりそういったものができるようになる喜びと達成感と、それで、ね、メンバーも気持ちよくできているのが増えてきたんで、そういうところが楽しみであります。以上。はい、中さん、お客さんのリアクションがあると嬉しいなって、もうそれ以外にないですね。はい、そして、はい、お客さんのリアクションがいいのと、もう自分が弾いてて、なんだろう、ゾーンに入った時が、いつもあったらきつい部分もすごい大げさに言うと、もうピックのこの削れる感覚まで分かるっていうところまで入ると、それに対してお客さんも反応してくれて、なんか一緒にこう盛り上がれてる時が一番嬉しい。
はい、ライゾー先生、みんな言いたいこと全部言っちゃったから最後はそうなっちゃう。お客さんの反応があって、自分の声だったり自分のステージングに反応してくれるお客さんがいて、みんなで同じ空間をね、バンドもお客さんも一緒に作り上げられる、ライブハウスこう全体が一体となってその瞬間が作り上げられるって素晴らしいよねってことです。ナンバー6、はい、Being musician myself, myself means, means Ryan. He is deeply interested in how others create songs. Please tell Ryan how the process of creating a song works with your band. おー、よく言えました。Ryan 自身がミュージシャンなので、他の人がどのように曲を作っているかに深い興味があります。あなたのバンドではどのように曲を作っているのですか？メインソングライター、まあ、はい、私ですね。その時によるけど、その、なんだろう、イメージが先にあって、それを音にしていく時と、まあ、適当にこう家でこうバーっていてて、なんか、あ、このフレーズいいな、ではそこから構築していこうかなっていう、まあ、その二通りがあって、この家で弾いてる時にこう浮かんだフレーズで作っていくと、途中であこれこういうイメージだなっていうのが湧いてきて、そこからこうつなげてって作る感じで、まあ、基本曲に関してはもう全て出来上がった状態でバンドのメンバーに渡して、でそこからスタジオでみんなでこう合わせて、まあ、細かい修正をしていく感じで、でメロとかも、まあ、ある程度ライゾーの出せる声の音階のところで作ってこれを渡すって感じで、まあとりあえず出来上がった状態を渡してます今のところは、うん、そんな感じですかね。なんかあんまりこんな、なんだろう、考えてそんなには作ってないかな。どちらかというと直感タイプなんで、あんまり理論とかも全然わかんないから、なんかかっこよければとりあえずいいかなと思って作っています。理論に直すと説明できないことがこのバンドの曲にはいっぱいあります。はい、あるNo.7 What is the most challenging thing about touring? ツアーで最も困難なことは何ですか？困難なことないないない嘘なくないないドライブ、ああ、あなた好きだからね。僕はあの、体力と時間に限界がなければずっと運転してたいタイプなので別に問題ないです。ジュンさんはないらしい。ない。運転嫌いもん。運転したくないもん。運転は嫌いだけど一番運転してる人。やらなきゃいけない。そうね。8、ナンバー8。Have you met any fans from overseas that come to Japan to see you perform? 日本公演の見に来た海外のファンに会ったことはありますか？ライゾーさん。厳密に言うとね、ないんです。うん。厳密に言うと。ただ、やっぱり海外の方が、まあ、パフォーマンスを見てくれて、すごい良かったとか、かっこよかったとか、いろいろお褒めの言葉をね、やっぱ、くれるんです。すごい褒めてくれるんですよ。もう気持ちよくなる。もうあの愛がすごい伝わってくるなっていう、この音楽が好きなんだなっていうのが伝わってくるのがすごく嬉しいです。でもこれは日本人にも言えることです。ファンの人はみんなチュキ。あれ、日本に住んでる外国の方がたまにライブハウスにいることあるよね。ある。うんうん、あるある。っていうことはあるけど、まあ。我々を見に直接海外から来たっていうのはまだないかな。まだないです。こんな感じです。うん。ナンバー9。How do you feel about the recent surge of interest in Japanese music from the US and other countries? 最近アメリカやその他の国々からその、日本の音楽に対する関心が高まっていることについて、どのように感じていますか？いいことだと思います。昔は例えばラウドネスとかね、あの海外に日本から出ていく場合、欧米のスタイルに合わせる必要がどうしてもあったんだけど、なんていうの、あの音楽が国境を本当に越え始めた。例えばベビーメタルとかはもう日本語歌詞バリバリだし、クロスフェイスとか、クリスタルレイクとかもそうかな。まあ日本でやってるスタイルをそのまま海外、ね、欧米特にアメリカとか、まあ、ヨーロッパ EU 圏内に持
持ってってそのままやってるバンドが評価されてるっていうのはもう日本のスタイルでも海外で通用するっていうことにはなってきたので、そういう意味では良い状況になってきてるとは思います。以上。素晴らしい。 Number 10! What is the best thing about playing live? ライブで演奏することで一番いいことは何ですか？それはもちろん、はい、オーディエンスの反応ですね、はい、お客様が乗っていただけると、はい、私どもはやっぱりありがとうございます。ありがとうございます。じゅんさん、うん、やっぱりね、あのライブで演奏してるからにはその場でリアクションがあるとまあ嬉しいよね。でやっぱりそのお客さんと我々とで両方でこの空間を作っていくっていう作業なので、そこで我々ばっかり盛り上がっててもしょうがないので、まあ、お客さんのリアクションがあるとより良い演奏ができるっていうことですね。はい、そしてジャクソンです。はい、もう言われちゃったの。そうです。本当にもう本当にお客を一緒に盛り上がれるのが一番いいことです。うん、以下同文。確かに ね、まあでもグルーヴ感よ、グルーヴ感、お客さんとうちらのグルーヴ感もう超大事。うん、最高。終了。Number 11. Do you have any interest in playing overseas? 海外でプレイすることに興味はありますか？林ある？あるよ。なんでなんでそんな戸惑ってんの？ちょってんの？ジュンさん。ね、今なんかまだない、なリアって感じです。まあ今海外でプロモーションしてないしね。昔ザクロ君と一緒にやってた時は海外からなんかプロモーションエージェントみたいなのがメール送ってきて、なんかブラジルで、なんかやんないとかあったんですけど、今のところまだ考えてないです。興味はあるけど、まあね、だって有給も取らなきゃいし生々しい。やめて、まあ、そういうこともある。やめて。生活もあるし、それ海外のほら知らない場所では、日本のツアーですら、ら知らない場所でやるのでワクワクあるから、海外だったらもっとワクワクするかもしれないけど、まあ、じゃあ興味あるけど半分怖いし、やることいっぱいあるし、うん、なんか具体的には特に考えてないかな今のところは。やりたい。やりたいと思っている。はい。だがしかし。だがしかし。だがしかし。英語が喋れない。でも行きたいなとは思ってます。すぐじゃないけど。以上。はい、Number 12、はい、Do you have any advice about touring for band that are just getting started? 活動を始めたばかりのバンドにツアーについて何かアドバイスはありますか？これあれかね、日本なのかね、海外なのかね、わかんないけど、まあ想定できる範囲内で。健康第一。あー、もう大事。よく寝てよく食べる。大事。はい、日本に限って言えば日本の夏は蒸し暑いので、ファーストツアーは、これはもう経験則なんだけど、ファーストツアーを夏にやるとイライラして移動中に喧嘩して、バンドが不安定になりやすいっていうなんか傾向が我々こう経験則と知ってるわけですよ。なので夏はやめろっていう。そうね、だからずーっと死にいるわけだからね。とりあえず運転者にはありがとう。本当にありがとう。ギスギスしないよね、やっぱり。なんだかんだずっと一緒にいるとイライラしてくるから。そうね、安眠グッズは持ってた方がいい。うん、車の中でもそうだし、ホテルに着いてからも耳栓アイマスクは必須かな。あとは枕が変わると眠れない人は枕持ってこうね。よけ。That's all for today. Thank you, Ryan. See you again. See you again.